ねえ、そんな大きなポップコーンを抱えて落ち着いて見られるの？ふーん、別にいいけど。それより今日は何を見る？あなたの好きな映画でいいわよ。やだ。う、確かにそう言ったわ。仕方ないわね。あなたに合わせてあげる。大丈夫よ。これくらい全然怖くないし。やだ。どうして私がこんな怖い思いしなくちゃいけないのよ。ちょっと、手貸してよね。一人じゃ耐えられないんだから。う、怖かった。生きた心地がしなかった。最後だけはちょっと感動したけど、あなたってああいう映画が好きなのね。またあなたと来るかもしれないし、少しは慣れておかなくちゃ。映画も悪くなかったけど、劇中で流れる曲が良かったわね。って、私の悪い癖かもしれない。劇中の曲の方に気を取られちゃうことが多くて。ええ、音楽には伝えたいことをより強く伝える力があるのね。でも、今日は他にも気を取られる要因もあったかな。は？何のこと？そんなことじゃないわよ。あなたがすぐ近くにいるとなんだか緊張しちゃって。知らないわよそんなこと。もう早くカフェに行くわよ。ついてらっしゃい。